さて今回は、2021年12月に行った東京旅を実況します。一緒に半径3400系、先輩とメトロ60系さんで実況します。それではどうぞ。よっしゃー、東京着いたぜ。さすがは東京駅。めっかめきだな。まずはどこに行くの？というわけで、今から山手線に乗って、高輪ゲートウェイ駅に行きます。来たー。あの噂の新駅に行けるのか。嬉しすぎるぜ。早く行きましょう。よし。じゃあまずは山手線ホームに行くか。ここが山手線ホームね。お、ちょうど電車で。マジかよ。早速閲覧入ったわ。あの子が、某有名調理器具の名前で言うからね。まあ高輪ゲートへ着いたからいいか。お、早速、にさっさ、旋盤台が入ってきたな。こっちからは E235系が。2000号に発車。いいねー。見てみろこれ。え？サンライズ出雲、瀬古号がいるだけじゃないの。僕の方見てみろ。え？あ、N700S じゃないの。ああそうだ。そして下の方には特別な塗装の常磐線の車両が。へえ、随分と盛りだくさんな写真ね。あとはこんな写真も。
さて、今回はここまで、先輩。一体どうなったんですかね。ああ、最後に一言、俺は幕回しができるぜ。